どうも、モンタサクです。今日は9月15日日曜日ですけども、久しぶりにですね、動画録音で書評をしていきたいと思います。今ね、ちょうど台風18号でしたっけ、台風マンニーですかね、が南の海上に来てて、非常に蒸し暑い日ですけども、今日、書評として取り上げたいのはですね、先日、つい先日ですけども出されたばっかりの江守正人さんの新刊です。異常気象と人類の選択という本です。非常にさっと読める 新書ですけども、書かれている方は国立環境研究所の気象学者江守正人さんという方です。ご存知の方も多いかもしれませんけども、僕の中ではですね、いろいろ昔からの付き合いがありますけれども、今気象学者の中でもとにかく一番この人は僕が憧れるというか、尊敬する気象学者の一人です。で、その方が、どういうことを書かれたかということですね。もともと江守さんというのはですね、温暖化気候変動の専門家で、そういう研究をずっとやってこられて、で、それで6年前の、温暖化論のブームみたいなのが来た時に、非常にテレビとかの露出が増えまして、その時から、の議論を、M さんが参加されたこともあるし、あるいはその温暖化にまつわる政策論争みたいなものを、旗から見てどういうふうに M さんの目には映ったのかというようなことを観察した結果ですね、そういったことをまとめた感じの本ですね。で、入りはですね、今年が非常に暑かったので、猛暑と温暖化っていうのはどういうふうに関係があるんでしょうかということを、非常に多くの人が疑問に思ってたと思うんですね。そういったところに対して、第一部という形でですね、地球温暖化というのはですね、今現在どういうふうに進行してきているのかということと、昨今の、猛暑が問題になったり、あるいはなんかちょっと異常気象があったりすると、冬寒いじゃないかとかいう逆の方向もあると思うんですけど、そういったことに対してね、専門家の目からすると科学的にはこういうことが答えられますよといったことが第一部に非常に簡潔にまとめられています。で、それに付随してですね、数年ぐらい前まで、最近あんまりなかなか聞かなくなりましたけども、でも結構な人数の人が、温暖化論というものを、どこかしら本当なのかなと思ってる部分もあるかと思います。で、そういったものに対してですね、会議論というものがあったんですけども、そこに対して、江守さんはですね、科学的な証拠としてここまでは答えられますよということをずっと答えてきた人なんですね。で、そういったところをですね、第一部の後半の方で、まとめています。会議論に対する反証といいますか、会議論もいろいろな会議論があるんですけども、温暖化論というものはこういうふうなところで間違ってるんじゃないかっていう視点がですね、何パターンかあるんですね。で、それぞれのパターンに対して、それに対してはこう答えますよ、これに対してはこう答えますよ、それぞれ答え方が違うんですけども、基本的には全て科学的なデータを用いると、こう言えると思うという、答え方ですね。そういったことが第一部で書かれています。で、これ第三部まであるんですね。第一部と第一部の中に第一章、第二章というのがあって、で第二部はですね、地球温暖化問題というのをこれから先どういうふうに捉えていけばいいのか、結構ちょっと大きな話ですけど、人類全体としてどういうふうに向き合えばいいのかっていうような感じですね。で、そこに対してはですね、政策という意味でもそうですし、個々人がどういうふうにリスクを受け止めるのかという問題もあると思うんですけども、そういったことも、江守さんは最近はですね、特にいろんな一般の方ともコミュニケーションされてて、そういった時にどういうリスクをそれぞれの人が大事だと思うか、それを避けたいと思うのか、でそれを避けた時にこっちが別なリスクが出てくるということに対してはどのように感じ取るのかといったところですね、とにかく偏りなく、観察してそれをまとめているというのが第2部だと思います。
でこの本はですね、まあ、非常に書きぶりとしては、まあ、まず第一人称が僕はっていう書き方なんですよね。で非常に親しみやすいですし、まあ、問いかけてくる、読者に対して問いかけてくるような言葉が非常に多いです。であなたはどう思いますかと。で僕が江守さん自身がですね、自身の価値観もおそらくあるとは思いますけども、それを読者に押し付けてくるようなことは全くないですね。でないと思いますけども、世の中にこういう価値観の人、こういう価値観の人、まあ僕が見てきた限りの中ではこういった価値観が存在しているようですけども、あなたはどれに近いんですかと、あるいはそれではない別なものを持っているのかどうか、今まで全く考えたことがなかったのかどうか、まあ、そういったところをですねどんどん問いかけていきます。でそれに対してまあ読者としてはですね答えを作りますね。で、こう思うんだけどどうかなというふうな気持ちになります。でそれを江守さんに対して返してると、うなずいて聞いてくれてるような非常に不思議な感覚になりますけども、本なので基本一方通行で情報がこっちからこっちに来るわけなんですけど、問いかけて僕が返して、読んだ人が返して、それに対してうなずきながら、じゃあこの次の展開これはどうするという往復で話が進んでいくというような感覚になります。これ非常に不思議な本ですね。でこれどうしてこういうふうに読めるのかっていうのをちょっと僕なりに言うと、とにかくですね、江守さんものすごいエネルギーを持ったパワーサイエンティストというか、まあすごい人なんですけど、なんていうか、何がすごいかというと、いろんな主張をゴリゴリ押すっていうタイプの人じゃないんですね。とにかく、いろんなものの見方、考え方を中立に見るということに対してものすごくエネルギーを使う人なんですね。だと思います。僕から見るとそういう人ですね。で中立にいるっていうのはものすごくエネルギーのいることだと、この本を読めばなおさら思うと思います。で、まあ、読み出したらほぼ止めることはできないと思いますね。問いかけがどんどん来ますし、全て深刻な問題ですね。で個人にとっても深刻だし、人類全体あるいは子孫子供たちのこと、まあ、そういった問題全てどう考えても深刻な問題です。で温暖化論と一見関係あるのかないのか分かんない人もいるかもしれませんけど、福島の、原発の問題ですとか、論争として結構似てるような状況になるものっていうのは結構たくさんあってです、世の中にたくさんあって、まあ、そういったものとの類似性みたいなものもかなり途中で出てきます。ですから原発問題に関心のある人もこれはかなり一読をお勧めしますね。どうして議論っていうものが対立という形になって相入れないままどんどん溝が大きくなっていってしまうのかっていうですね、まあ、そういったものをですねちょっと一歩引いた目で江守さん観察してるんですね。で中立を保つということはものすごく不安定なことなんですけど、どっちかに寄った方が絶対楽ですよね。私はこうだと、こっちの意見だと言って仲間を作って、でそうだねそうだねと言っている方が絶対楽なんですね。でその方が盛り上がりますし、まあ、自分が誰か仲間に認めてもらえるという感覚にもなりますし、まあ、そういった意味ではですね、そこから一歩引いて中立で位置づけるっていうのはものすごくエネルギーがいることです。すごく不安定だからですね。でそれをずっとやり続けてきたわけですね。で江守さん温暖化の専門家ですから、まあ、必ず何らかの価値観がどんどん出来上がっていくわけですけど、まあ、その中でもあえて自分とは違う価値観の人の前提にもきちんと立つということをずっと真摯にやり続けてきているから、まあこういう本がこういうすごい本が書けるんだなと、まあ、僕は本当に第一部ですね、まあ会議論に対する対処の仕方、まあ、反証の仕方についてもそうですし、第二部の、まあ、これからの話と、これからの科学の話、まあ、これからの議論というものはどういうふうに作られていて、人類の意見形成というのはどういうふうになされるのがいいのかなということを、まあ、語っている本だと思うんですけど、まあ、本当に感動しましたね。すごく淡々とした書きぶりなんですけど、こんなに中立で い続けることってできるのかというぐらいに中立です。これ以上中立な本というのは僕は見たことがないですね。それでいて主張というのは
一番最後に出てくるような形にはなるんですけども、まあそういったところですね、非常にこれはエネルギーが詰まった本だと思いますし、まあエネルギーのことを話してる問題でもあるので、まあそれこれでもただの心象がちょっと専門家のから一冊出ましたよって本じゃないですね。僕は本当に僕が知ってる自分のにとって大事な人には全員に読んでほしいと思う本です。もう欲しいっていう人がいたら僕が買って送りますっていうぐらい、これもう本当に絶対に読んでほしいなと思う本です。で、まあ第2部でちょっと中身でですね、一番僕がキーだなと思ったことですね、結構普遍的な話なんですけど、まあ、温暖化論に限らずですね、まあ、これからの、まあ、科学なり、人類の道筋なりというものを考えた時に、まあ、いろんな議論がなされます。なされる時に、まあ、大概何かで対立 派閥じゃないですけど、まあ、俺はこっち派だと、俺はこっち派だと、まあ、いろんな意見があっていいんですけど、意見が存在した時にそれがお互い非常に対立してしまうと、で相入れなくてずっとこう論争としてですね、相手を敵だ味方だというような形になって、ちょっとかなり不毛になってしまうケースっていうのは非常にどんな場合でもあると思うんですよね。でそれをですね、どういうことなのかなっていうことをですね、議論がそういう風になってしまうというのはどういうことなのかっていうのをこう観察している部分があるんですね。で江森さんが言ってるのは、問題のフレーミングが異なっているからお互いが対立してしまう、でもフレーミングが異なっているのにお互いが気づいていないということを指摘しています。でこれは非常に大きなポイントだなと思いました。でフレーミングっていうのは何かっていうとですね、まあ今温暖化というものの捉え方という、まあ、テーマがあるとしますね。でその捉え方に対して、まあどういう枠を作るかってことですね。例えば向こう100年の問題として真剣に考える人もいれば、まずはここ10年の経済の問題として、我々がまずちゃんと幸せにならなくちゃいけないということをまず前提に置きながら、それから温暖化はその中のフレーミングで考えるかっていうのは全く別の問題なんですね。ですけども、向こう100年の中で例えば今後2度以下にしましょう、2050年までの温度上昇、平均気温の温度上昇を2度以下にしましょうということをまず前提にするというところからスタートしている人と、まず直近の経済というものが今非常に厳しくなっているものをまずきちんと立て直すところを優先するという捉え方において温暖化も大事だねって言ってる人、全く意味が違うんですよね。だけどそれぞれ動機も違うわけですよね。動機も違うのに、同じ温暖化についてある正解を探そうとしているというような、まあ一種の錯覚なんですよね。だからフレーミングが違うからそれぞれ答えも違って当然なのに、なんでしょうね、自分と違う答えを出した相手をですね、敵だと思う、あいつは間違ってるという言い方になってしまう。でそれで論争がずっと延々と続いてしまうというような感じですね。そういう捉え方っていうのは、まあこれ図にするとこんな感じですね。わかりますかね。経済価値を置くフレーミングと、2度 C を守るというフレーミングがありますよと。でこれちょっとずれてんだと、同じような問題を見てるんだけどっていうような感じ、図するとこんな感じですね。でそれぞれ動機が違うんですよと。でお互いそれを認識した上で、自分たちはずれてるんだっていうことを認識した上で議論してるだろうかと、そこが結構大きなポイントじゃないかというような話ですね。でこれはもう結構普遍的な話だなと思いました。どう普遍的かってですね、別にまあ、ちょっとした個人のやり取りで意見が噛み合わないみたいな時だって大体こういうことが起こってるんですね。まあ家族の問題ですとか、あるいはその職場でチームで、まあ、どうこうしようみたいな話でもいいですし、まあ、身近な問題で捉えるときも必ずこのフレーミングのズレっていうのが、ちょっとした対立を生むと、あれってなると、なんで噛み合わないんだろうってなるっていうのは非常に分かりやすいな、これハッとさせられました。で、まあ、温暖化のような大きな話になれば論争もものすごく大きくなりますし、
まあ、犠牲にしなきゃいけないものもものすごく大きなくなりますから、お互い真剣ですからね。でまあでありながら、この論争の末に得られるものっていうのが今のところきちんと得られていない、ちょっと不毛な感じになっちゃってる。でそれっていうのはですね、まあいろんな問題、4段階以外のいろんな問題に対してもかなり類似性があって観察されるということを、かなり鋭く指摘していますね。だから原発の問題ですとか災害復興の問題ですとか、あらゆる問題に対してフレーミングの違いっていうのは対立を生み出す、争いを生み出して不毛で結論のない状態に陥らせかねないと、まあ、そういう危険性があって、僕らそれをどれだけ自分でフレーミングのズレを認識できるのかっていうのが今問われるんじゃないかというようなところがですね、まあ、第2部でのメッセージじゃないかなというふうに思いました。でちょっと話長くなってきちゃいましたけど、まあ、これ非常にですね、絶対に読んでほしいっていう僕なりのあれがあるんで、もうちょっと話させてほしいなと思います。で温暖化ということに関してはですね、まあ、エムリさんはですね、まあ、リスクというものをどういうふうに考えるかっていうのが今後の考え方に対して非常に重要だというふうに言っています。でこれは本当にそうだなと思いますね。で正しい正しくないじゃないんですね。正しい間違いじゃない、あらゆる問題っていうのはどれも正しいし、どれもある意味では間違いなんですね。でこれの図っていうのをちょっと見てほしいんですね。で私はこれがいいという道を一つ何か選ぶとしますね。コストはみんながほどほどに選択しながらという道を選ぶか、あるいは二度使用という目標をですね絶対厳守で選ぶか、あるいはその間に中間的なものがいくつか選択肢としてあるかもしれません。なんだけどそれをどれを選んだとしても正解ではないんですね。必ず何かのリスクを受け取らないと、その避けたいリスクも避けられない。だからこれはリスクをゼロっていうことは生きている以上ですね、まあ、人類が続くっていう以上ですね、絶対できないわけですね、まあ、どう考えてもそうなわけです。もう身近な問題でいけば車の事故に遭いたくないというリスクに対して家の外には絶対出ないってするかどうかですね。でもそのリスクが低いと見積もるから知識を身につけた上で外に出ていくということを選択するわけですけど、まあ、そういったことと一緒でですね、基本的にはどんな行動手段に対しても必ず自分はこのリスクを受け取りたいと思えるけど、このリスクはできる限り小さくして避けようとしたいと、まあ、そういったことになると思うんですね。リスクを絶対にゼロにするんだっていうことはありえないと。ここはもう絶対に向き合わなきゃいけない話なんで、じゃあですね、具体的にどういうリスクとあなたは向き合わなきゃいけないのかと、その上でこの意見形成をしていこう、まあ、どっち寄りの意見を持つかそれは強要しませんけども、まあ対策を積極的に行っていくということでもいいし、対策を消極慎重に行いながら、まあ、経済も大事に見ながらということでもいいし、まあ、どっちにしてもですね、どっちにしてもリスクが必ずあります。それと向き合いますかということを問いかけてくるわけです。でそれが第2部第3部のつながりですね。で、まあ、リスクを選択するっていうフレーミングもあると思うんですよね。僕らはどういうリスクを選びたいのかと、これはネガティブな話に聞こえるかもしれませんけど、全ての行動で僕ら絶対そういうことをやってるはずなんですよね。でもなんていうか明示的に普段はあんまり意識しないですけども、温暖化みたいな話になればやっぱり、それを明示的に意識して向き合わないと答えも出していけないと、意見形成もしていけないということを指摘しています。でこれがまあ第3部の非常に大きな部分ですね。じゃあ誰がリスクを判断するのかとか、まあ、科学的に捉えるのか、あるいは社会科学として、まあ、社会問題として、また科学以外の捉え方もあると思います。で、まあ、そういったところは非常に丁寧に、列挙されていますね。で、まあ、いずれにしても賭けなんだよと、賭けてそれに勝つか負けるかは別としてですね、覚悟するってことなんだよというのがもう本質だと思います。で、まあ、終わりにっ
ていうところが最終章ですね、まあ、持続可能性と人類の選択っていうのが、まあ、この本のタイトルの元になっている部分だと思いますけど、まあ、ここはですね、まあ、そういった前今その第1部第2部の前提を、まあ、自分なりに吟味した後でぜひお読みいただきたいなと思いますけども、まあ、かけるに値するリスクってどういうものなのかなっていうことに自分なりの意見を作ってくださいねと、それを避けることは絶対できないですよということですね。これはもう温暖化に限らずですけど、誰かが決めてくれたんだからそれに従えばいいっていうことでは全然ないんですよっていう話ですね。それで後になって誰かのせいにして論争するっていうような、そういう流れはもうやめたいとみんな思ってるはずなんです。で、それは原発の問題の時にみんなそう思いましたよねっていうような問いかけですね。で、それは温暖化の話も全然別の問題じゃないですよと、意見形成を今していないということであればこれからしてほしいですし、それをもし避けるということは原発の時に僕らがやってきたこと、体験したこと、あの時に起こってしまったもの、それをどう捉えるのかっていうのをもう一回考えると、やっぱり自分は意見を持った方がいいんだというふうにやっぱり思ってもらえるんじゃないかと思います。それでですね、まあ、最後にですね、まあ、政治的にどう正しいのかとかっていうのはこの本では特に何も結論しません。だけどいろんな矛盾っていうのある中で政治が進んでしまってて、そこから目をそらすっていうのは科学江森さんとしてはもうできないと思ったからこの本を書いたというふうに最後に書いてありますね。まあ、このまま今政治決定っていうのも明確なものはほとんどされてません。なので、このままいけば対策慎重派のような形になるかとは思います。対策慎重派の意見というか、まあ、そっちが踏襲されたような形にはなると思います。で、まあ、それをですね本当にそれでいいのかということですよね。本当にそれに対してですね、例えば、まあ、ほどほどにやってしょうがないじゃないか、2度を超える温暖化の悪影響っていうのが多くの人にとって受け入れがたいものであったとしても、それどうしますかと。それは受け入れがたいものであったとしても、それは自分が選んだ選択だから仕方ないよね、そのリスクを僕は選んだんだというふうに本当に言えますかと。で、先送りの結果として自分の子供、自分の子孫に対してこの結果に対しての責任というものを自分の公共意識ですかね、俺には関係ねえって言うんじゃなくて、公共意識っていうのが誰しもあると思うんですけど、それが許しますかと、今のまあほどほどでいいじゃないかというような状況に対してですね。で、まあ積極派としてですね、まあ、何かもしいろんなアクションをされているとすると選んだ時にもですね、結局逆に問いかけられるものがやっぱりたくさんあると思うんですね。いろいろ犠牲にしなきゃいけないので、本当にそれでいいですかと、受け入れがたい、なんでしょうね、経済問題が起こるかもしれませんね。温暖化の問題を避けようとしたことによって経済的な問題として受け入れがたいものが起こるかもしれませんけど、それを本当に受け止めますかということですね。で、まあ、最後にですね、ちょっと長くなりましたが、前森さんも現在進行形でまだまだ努力されている方ですので、研究という形でもリスクコミュニケーションという形でも、まあ、最後の部分3行の部分をですねちょっと読んで、江森さんが今どう思っているのかということを読んで、この動画録音を終わりにしたいと思います。じゃあ 2°C を目指すためには2050年には世界の温室効果ガス排出量が今の半分くらいになっている必要があります。そのことを思い出しながら最後に2050年に40歳、43歳、46歳になっている僕の3人の娘、その幸運と全ての人類の幸運を祈っています。2013年
8月江守正太